会です。私どもは、全ての子どもさん、その、ご家族の、幸せを願って、それぞれいろいろな事業を展開させていただいております。地域の皆さんにお支えいただきまして、わらかに子どもたちと過ごさせていただいております。また私どもに関心を持っていただけると嬉しく思います。ありがとうございます。はい、NPO 法人発見相談でございます。そうですね、ポッドクラブの方で社会の中でさまざまな辛いさや、苦しみとか、孤独を抱えている人たちが、社会へ、出ていくことを目になったりとか、今日の幸せを感じるようなね、その世代が大事になって、活動しております。でまた、ヘルプマーククリエイターの活動をしていまして、皆さんヘルプマークをご存知ですかね。県の事業です。県の事業でやってるんですけれども、体に目には見えないような、ね、障害を持ったりという人たちが、助けてほしいというマークですので、ぜひこういう方々を、見たら、少し見守りながら助けてもらえばと思いますので、よろしくお願いします。はい、こんな感じでいいですか。ありがとうございます。はい、以上です。はい、福島のもちろんのロングリーです。私たちは障害あるなし関係なく、みんなでおもちゃを通して楽しく遊べたらいいなと思って活動しています。今日は、ここにもあるようにゲームで VS ロングリースタッフでスタッフがありまして、勝った方にはこちらの方を皆さんにお渡ししています。負けちゃった人は懐かしい紙風船を渡しています。なのでまたね、よろしかったら大人の人も子どもの方も、挑戦しに来てください。以上です。ちなみに人に1個だから1個だから、障害のある方もない方もパソコンをやりたいという方 のサポートをしたいということで活動しています。今日は写真を撮ってカレンダーを作って、パーチして差し上げるというのをやっていますので、皆さん来てください。ありがとうございます。ミコンファミリーです。スイーツ販売しております。どうぞよろしくお願いします。筑波市ボランティア連絡協議会と筑波市身体障害者福祉協会の、両方でブースを作りました。ボランティア連絡協議会では、中に所属している団体が今23個参加者あるんですけれども、そのうちの一つの福祉工房ラクラク工という、オレンジカフェをやっているグループがあるんです。そこでいつも工房展なんかやりまして、品物を売らせていただいたりしてます。その品物がここにあるラベンダーのカゴなんですけど、中にラベンダーが入ってます。そういうのと、あと、ちょっとしたビーズの、ちっちゃなビーズの品物ですけど、そういうものを主に作っています。またよろしかったら寄ってみてください。今日は長野県は、創造館に来ておりますが、今イベントが行われています。そこにいらっしゃったカメラマンさんに来ていただいております。すいません、自己紹介お願いします。まずはお名前。スカイロードの俊介です。ありがとうございます。俊介さんでいいんですよね。俊介さんはなんか素晴らしいカメラここに置いてありますけども、カメラマンさんなんですよね。ねえねえ、そうそうそうです、そうですか。今作品が後ろに
飾られていますけども、ほとんどなんか長野ではなさそうなんですけども、いつも、今お住まいはどちらなんですか？東京に。東京にいます。あ、東京にいるんですね。なるほど。もともとは長野出身なんですか？なるほど、なるほど。そして、長野出身でありながら、あ、東京出てった理由っていうのは何かあるんでしょうか？いや、理由はあんまりない、ないけど。はいはいはい。あんまりないんだ。あんまりないけど。なんか、なんで、面白そうだったからです。なるほど、なるほど。どうですか？もう何年ぐらいになるんですか？3年になります。ありがとうございます。写真をやろうと思って行ったわけですかね。いや、いや、なんか聞いてる方が人生の面白さを求めて行っちゃった。なるほど、なるほど。行ってみてどんな感じでしょうか？あ、楽しい。写真活動といいますか、やってるわけなんですけども、なんか近々その集大成といいますか発表するっていうのをしたんですけど、いつあるんですか？長野市芸術館で8月の25日から27日まで、はい、ちょっと時間が12時から17時前なんですけど、はいはいはい、あるわけですね。写真展を開きます。なるほど。じゃあ俊介さんの作品を8月の25日から27日まで長野市の芸術館で見ることができるんですね。素晴らしい。ちょっと楽しみですね。そしてちょっと気になったんですけども、ここに、スカイロードって書いてあるんですけども、これは一体何でしょうか？どうやって立ち上がった団体なの、スカイロード？もともとはあ、プロレスをやりたい。車椅子の人ってこと？車椅子でもプロレスをやりたいって人たちで集まった団体。いわゆるその障害者プロレスってやつですかね。 そうですね。その希望は今も、昔やってたんですよね。でもまだ写真活動をしながらも、障害者プロレスはやっていきたいと、そういう希望があるわけですね。やっていきたい。ぜひ、写真活動やりながらの障害者プロレスはまだ先ですかね。いや、いや、左があるもん。近々あるみたいです。おお。近々ある、深く予定ある予定があるんだ。なんか、この、手で、あ、これもね、あんで深く予定が一応あるんで。あるんだね。近々ある。近々あるですね。ある予定をしてるところですね。わかりました。ぜひ、あの、希望といいますか、夢に向かって頑張っていただきたいと思います。とりあえずこの8月25日、長野市の芸術館で開催されるということで、ぜひたくさんの方が足を運んでいただければいいですね。お願いします。それでは新作さん、また東京で頑張ってください。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、こんにちは。長野インターネットの杉と申します。今長野県は千曲市の、創造館に来ております。ここに大きな障害者のイベントがあるということでやってきました。はい。そこの今回の実行委員会の、主催者の方に来ていただきました。はい、すみません、自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。福祉の夢祭実行委員会の松坂と言います。今日はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今いろんな演奏とか、それからいろんな出展、まあ、ちょっとマルシェみたいなんですけども、はい、行われております。この会を主催した意義について聞きたいと思いますが、はい、一言お願いします。は
はい、ですね、福祉の夢まつりは障害者もそうですけれども、お年寄りだったり子どもたちの夢を叶えたりとか、これから夢を持ってもらうためのイベントとして開催しています。なんかコロナ禍だからとか時間がないからとかの理由ではなくて、これからどん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 そういう夢を持ってもらって、で実現できたらいいなと思ってます。生きづらさとかがあるとやっぱりこの叶えにくいとか思ってしまったりとか、誰かが制限してしまったりとかする場合もあるので、そうではなくてその夢を叶えてあげるために私たちが一緒になってやってあげるっていう、そういったこう環境を、はい、作ってあげる、はい、とか、あとお付き合い の知り合いを増やしてもらうとか、どん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 語ってもらってやってもらえばいいなと。今後どんな風にしていこうと思ってますか？今はやっぱりこう集まるのが厳しいんですけれども、はい、徐々にまたこれがどんどん広がっていろんな人たちがつながってくれるように開催を続けていかれたらなと思ってます。ぜひ、今日今回で5回目だから6回目7回目に5回目なので続くように、はい、障害者ある人もない人も、はい、ぜひ、はい、交流ができるように開催していってほしいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。夢祭り夢祭りせーの夢祭り、もう一回じゃあ夢祭りって言いながら手振ってもらえませんか？